中泊から目覚めて2日目、まずは朝ごはんを食べるために某所へ向かいます。どこかな、うまくできるかも。ちょっとドキドキな部分あるけど、そんな難しいことやろうとしてないから。まあまあまあ、確かに。でも用意したものがさ、うまいこといくのかな。昨日はよく寝れた？車中泊めちゃめちゃ寝たんだけど。ね、めちゃめちゃ寝てたね。そう、でも一回さ、寝てたらさ、気がついたらチャッとみんちゃんが乗ってきて、ママに、顔面に乗ってきて、うわーって起きたんだよね。びっくりしちゃって、アイマスクして寝てるから、視界ない中でいきなりズシッて重みがグッてきたから、なんだなんだと思って外したら、なんかパパがママよりちょっと後に寝たんだけど、歯磨きしに行ったんだよね。そうそしたら、あのみんちゃんがパパが行っちゃうって気づいたみたいで、なんかそれを追いかけようとしてギタッてママの方に登ってきちゃって、あんなことが起きてたのか。なんだけどさ、これなんか想像したのと違くない？めちゃめちゃ荒波。まず駐車場にいるんですけど、ちょっとしぶき飛んでくる。ここまで来るもんね。すごくない？ミントもすごいよ。だってか、毛がなびき方がすごい。みんちゃんが鋭角になっちゃう。とんがっちゃうんだよね。風が強いと。流線系の犬になっちゃうんだよ。モフモフだから。風強いね、ミント。あらー。やろうと思ってたのは、ここ一応焚き火とかをやらなければ、一応牡蠣を使っていいんだって。だからここで、なんかベーコンとかを持ってきたバーベキューセットちっちゃい。焼いて食べたり、お湯沸かしてコーヒー飲んだりとかさ。ちょっとしようかなと思ったんだよね、優雅に。そうなんです。不可能やな。風今日強いからやっぱ波もね、あれ狂ってんのよ。あれ狂ってるね、ほんと。さっきからあそこにバッシャバッシャ橋というか、せり出てるところがさ、波に飲まれんだよね、全部。あそこにいる人大丈夫？大丈夫なのかな、あそこの人、ね、うわー、すごいよね、あれ。もっと穏やかな海を想像したんだけど、今日すごいな。ミントの顔も潰れてるし、もう風で。何ですかこれは。ブサイク犬になってるミント。風で目が開かないのかな、強風で。開かないな、ミント。耳もパタパタしてる。耳パタ、耳パタにゃん。顔も潰れてるし。めっちゃブサイク。後でママ映像見てみ、おもろいから。作戦失敗だ。その辺でさ、パンとかだけ食べる、一緒に。この荒波を眺めながら。そうだね。あらららら。とんがってるよ、顔が。風船系のミントだ。いいね。かっこいい。かっこいいね。新幹線みたい。あらすごい風だ。もうミントの毛で風の強さがよく伝わってると思う。絶対バーベキューなんかできない。なんかメロンパンのさ、ちょっとポロってなっちゃった食べかすとかがさ、全然この膝に落ちないで横に流れてる。わ、便利。これはメロンパン食べ日和だね。どっかに飛んでく。というわけで、波乱の朝ごはんを終えて、次はね、ミントが気持ちよくなれる場所だよ。なんかね、犬用の足湯があんだって。ここ飼い主たちはさ、朝一で伊東温泉行ってきたんだよね。そうなの。めっちゃ気持ちよかったね、露天風呂あって。そうなの。ミントも足湯入ろ。気持ちよくなんないか。お、あったかな、これ。あれだ。これじゃない？あれだ。
ワンラブユーだって、ミント。ミント。ほら、足湯だよ。ミント用の足湯。ミント用の足湯。これどうやって入るんだろう。ミント、明らかにこれ足以外も使って。これ、この深さはね、普通に風呂になるな、ミント。ミント使っちゃうね、これ。はい。ちょっと温度確認してみてよ、ママ。おー気持ちいい？気持ちいいよ、これは。あったかい？程よい暖かさ。いいね。ただーこれミント血行促進しちゃうよ、これ。じゃあ、みーちゃん入れていきましょうか。入ってみようか。ミント入れるかな？入れるかな？行くよ。ほろーり。あ、あった、あった、あった。犬かき？犬かきしてる？犬かきですか、これは。チャップ、チャップ。どう、ミント。どう、ミント。気持ちいい？つけられてるって感じ。使ってるけど足こうやってリードが使っちゃってる。むずいむずいね、これね。入れ方むずい。足湯、あ、ママロックが、あー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 リードが、あーパニック。チャパ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 、毛がお湯の中でふわふわしてるね。どうですか。温泉だよ。どう、ミント。どう、気持ちいい。気持ちいい。真顔だね、ずっと。あら、あ、でも死んだ。お友達だ。行きたいのに、寝れてない。ミント、本当はご挨拶しに行きたいんだよね。固まっちゃった。ママ、歩けないんですけどってママに言ってる。普段だったら絶対行くのにね。絶対行くけど多分動けないんだね、この場的に。怖いんだ。ミントにはできないんだね。あ、行きたいってやってる。でもあああ拭いたのに。なんてこったい。意を決して飛び込んだの。ね、いけないと分かったら。覚悟決めたね。覚悟決めたね、今。完全に。天日干しされてんの。天気が良くて風があるからさ。うん。みるみる乾くよね。マジでドライヤー。いいね、ドライヤーいらずだ、今日。ね、みっちゃん。気持ちいいでしょ、お風呂入ってさ、うん、海風を浴びながらくつろぐのも、ね。だって、オーシャンビューの露天風呂みたいなことよ。そうだよ。